さやちゃんは水族館にいる動物の中で一番エイが好き。エイが一番可愛い。理由聞く？チーに似てるから。チーたんってエイみたい。ね、この話多分したことあると思う。あのね、エイが本当にダントツで一番好きなの。チーに似てるから。うん。え、褒め言葉だよ、超。褒め言葉に決まってるじゃん。口元、なんかね、チーターの口ってキュッてしてるの、口が。ちっちゃくて。そう、そのエイみたい。あの、エイの腹、顔じゃないんだよね、エイって。本当に、さやね、ついこの間水族館に行ったんだけど、そう。もう、エイ見て大興奮。チーターって。そう、ん？って感じの。自分じゃね、できない。なんて言ったらいいの？こんな感じのね口なの、チーター。うん、そう、エイのね顔が本当に大好きで、ね、可愛いから。なんかチーターってエイみたい、じゃ結構本人にも言ってる、エイみたい、可愛いって。うん、だからチーターにも言ったの、水族館に行ってね、あのエイを見た時にチーターのことを思い出したよって。反応だったっけな。そう、エイの顔癒されるんだよね。そう、エイを見るとね、チーターを思い出すの。超可愛い。エイもチーターも可愛い。そしたらね、昔からエイが好きなの。うん、あ、エイそうなのみたいな言ってたからね。ちょっと本人に聞いてみてください。さやにエイに。エイを見てチーターを思い出すって言われた時の気持ちはいかがでしたかって聞いてみてください。かわいい。でもチーが一番かわいい。世界で一番。エイのイラスト。いいよ。エイのね、エイだけの写真めっちゃ撮ったから、エイの写真見て練習っていうか、エイ見ながら描くね。あれどこかな。あったあった、いた。かわいい。見る、さやが撮ったエイ、かわいいから見せてあげる、みんなに。ねえ、反射しちゃう。かわいい。この口、チーにしか見えない。かわいい。でさ、キュンってんってやってるさ、口なんで伝わらないの。伝わってますか。かわいいでしょ。はい、かわいい。じゃあ、エイを描きます。や、どうやって描くんだろう。引きのエイを見ながら。あ、すごい。え、難しくないですか、エイって。え、難しくない。って本当にやばい。かけた。この口がポイント。かわいい。チーみたいでかわいいね。さようさよりかわいいわ。震えちゃう。そんなこと言わないで。かわいい。エイはもう書かないよ。さや、エイ。